本社ペルノ・リカールはフランスの世界的酒造メーカー、ワインスピリッツで世界第1位。1975年、ペルノ社とリカール社が合併してペルノ・リカールグループ誕生。2社はアニスの実で香りをつけた食前酒のメーカーとしてよく知られた存在だった。2001年、同グループはカナダの企業グループ、シーグラムのワインスピリッツ部門を獲得し、 大きな成長を遂げた。同部門は2000年にビベンディとシーグラムの合併で生まれたビベンディユニバーサルに売りに出されていたのである。2003年、ペルノリカールの年間総売上高は34億ユーロに達し、純益は4億6400万ユーロとなった。社員数は1万2000名をやや超えるまでの規模となった。2005年、 世界第三位のスピリッツ企業となったペルノーリカールはアメリカの名優企業フォーチュンブランズと世界第二位のライバル企業であるアライド・ドメックの買収交渉を行った。アライド・ドメックは1九十四年の複合的な合併により誕生したあまり活発ではないコングロマリットであったがテキーラではサウザ、コニャックではマーテル、カルーア、ウイスキーではバランタイン、 アベラワー、ロング・ジョン、シーバス、カナディアン・クラブといった強力なブランドを有していた。アライド・ドメックの獲得により、ペルノルカールはワインスピリッツ部門では、ディアジオに次ぐ世界第2位の企業グループに浮上し、年間総売上高は56億ユーロに達するほどになった。2008年3月、ペルノルカールはスウェーデン政府からビンスピリットを買収したことにより、 ワインスピリッツ部門では世界第一位の企業グループとなった。ペルノリカールグループはヨーロッパ、日本、メキシコ、ブラジル、中国及びロシアで第一位となっている。1990年、日本の現地法人としてペルノリカールジャパン株式会社が設立された。ペルノリカール製品を中心とする種類の輸入、販売を行っている。本社は 東京にあり、大阪市など7カ所に営業所を持つ。ありがとうございます。